久保さん。夜っすね、もう。夜っすね。もうね、なんかね、結構ね、準備しちゃって、いろいろと。まあ、準備しちゃいましたね、いろいろと。<laughs> そう。だネットってあの予約投稿とか、事前にこう、やれるんで、まあ、空いた時間にばばってやっちゃうと、まあ、あと、慣れもありますしね。 だ今度セールスするんですけど、セールスビデオも今日全部作っちゃって。そう。だからもうなんかね、ひ暇だからもうどん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 なんかあれっすね。<laughs> まあこれもね、今日はちょっとやってますけど。うん。なん、なんすかね。なんかやっぱ、終わりを決めないと終われない、おお終わりはないですね。<laughs> ずっといくらでもできるんで。 だからそのメリハリが自分で作れるっていうのがいいですよね。なんかそのサラリーマンと違うのは、やっぱメリハリもクソもないじゃないですか。就業時間が決まってるので。うん。だからね、明日開けようと思えば開けられるし、2日開けようと思えば開けられるし、まあお客さんからね、なんかお手伝いとか来たらやりますけども、なんかトゥー o でやる仕事とかは別に予約投稿ができるんで、全部が。メルマガも予約できるし、 まあ自動化もできるし、YouTube もね、昔は予約投稿なかったですけど、YouTube 予約投稿できるし、なんすか、ほとんど予約できますよね。ブログも予約できるし <laughs>。これはね、便利ですね。本当に。空いてる時間にやっちゃえるんで。最近、あのショート動画もね、ちょっとね、これでテストして、簡単にできる方法を編み出して、これでどれぐらいいくかなっていうのをちょっとやってるんですけど。 めちゃ簡単ですねそうまあ十本当にものの1分以内だからぶっちゃけやろうと思えば何すか15秒ぐらいの枠でやってて台本パパって作っちゃうから何すかね23分でできちゃうんですよねワン動画そうまあとだからその投稿までも全部含めて台本も撮影アップ 全部含めて3分です、ねうん、まあちょっとショートいろいろテストします。うん、<laughs> では。